ありがとうございます。治ったかな。あ、よかった。いや、Wi-Fi つなげてたんだけど。あ、ごめんね、撮り直したの。でも、昨日メイクしたかな、いいかなって思ってた。うん、やっとカラオケ来た、楽しみ。前回ね、カラオケ来てさ、なんかもう最悪だったんだよ。アンチの中ずっと歌ってんの、酔っ払って。アンチまみれの中、自分が悪いんだけどさ。ちょっと、なんか食べたいな。てか最近前さ、ラーメン欲がやばい。ラーメン食べたい。ラーメン食べたいな。でも今日ラーメン食べたんだよ。まゆちゃんこんばんは。ニコンありがとう、ありがとうございます。そう、今日はほどほどにしますね。てか飲めないよ、昨日めちゃくちゃ飲んだよ。これめっちゃうまそう、これ頼もうかな。頼んでいい？ ラーメン。いやでも今日ラーメン、いや今日ね、昼間もラーメン出前頼んで、ラーメンすぎて、昨日のラーメン、あのね、安土行ってきたの。安土めちゃくちゃ大好きで、まゆよっさんを連れてった。お前のカラオケはムカつくけど、すいませんね、ありがとう。いや、たこ焼きかな、何を食べようか。二日酔いにいいお酒って何？ね、二日酔い、ありがとう肉球、ありがとうございます。あ、ありがとう久美さん、ありがとう。二日酔いにいいお酒って何？教えて誰か。向井酒でしょ。カンパリオレンジ、カンパリオレンジって何？なんか昨日ハイボールを飲みすぎて、あ、なんか うまそうなの見つけた。でもサクレのレモンサワー、サクレのレモンサワーって美味しそうじゃない？いや、なんかさ、カラオケのお酒って危険じゃん。カラオケのお酒ってなんか頭おかしくなっちゃうじゃん。これはビールが無難なんかな。やばくない？カラオケのって、うん、いや、偏見じゃなくてこれほんとそうなんだよね。何で割ってんのかな。そうそう、なんか混ぜてんのかな。いや本当に、なんかストロングとか頭おかしくなるじゃん。なんかそういう感じで頭おかしくなっちゃうんだよね。だから割り物系はちょっと、ビール以外ってさ、ビール以外はない？無難にビールかな。いや、シャンディーガフとかほら割れてるやつじゃん。いや、お水飲ん、ビールにするよ。あ、ビールください。はい、
シャンディガフはビールとジンジャーだけどな。え、だからそのジンジャーってお酒、それも危険な、混ぜたら。あ、昨日飲んだ初めて、あのシャンディガフ、あれさ、ハマったらさ、だからかな、昨日私シャンディガフバカみたいに飲んだ。むくんでるよね、顔。あのなんか塩分あるよね、トマト、あれもだから危険だよね。うん、昨日飲みすぎた、レッドアイか、あれも美味しくてさ、ハマっちゃいそうになるけど。隠蔽ネキは帰ってよ、さっき電話した。じゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。ケピありがとう。あ、こんな感じ、うん、吉行はバイクで帰ってるらしいよ。肉きありがとうね。ありがとう、ケンピ。うん、ラーメンから、ラーメンで配信切っちゃったからさ。何歌おうかな、何がいい、何がいい。あ、そっか、電木ね。アユ、アユいいよ、アユ、アユ、なんでマユの声にさ、てかさ、ね、待って、思い出したんだけどさ、私あんまり自分のさ配信見ないの、あの、でなんかよっさんとさ、あのコラボのさやつ、なんか取り上げたやつを見たの。なんか、ね、言いたいこと分かった。なんか前の声って鼻につかない、なんか酔ってる時とかさ鼻につくよなって思った。なんかイラってくるよね。なんかそれってアンチだからでしょって思ったけどなんかイラってくるよねなんか声が低いのか高いのかも分かんないし、なんかね、わかるんだよね。あんまり、ね、見ないからさ、てか絶対見ないね、自分の録画とか。リスナーでもイラつくって。いや、普段は声低いけど、なんか人と話してる時とか、リアルの人間と話してる時とかは、なんかこんな低くないんだよ。で、なんか酔っ払ってちょっとね、低いのか高いのか分かる。いや、よく言ってくれてるよね。イラッと しながらも来てくれてるのはなんで。森前田文字かっていうの、あ、ありがとうございます。好きだから我慢してんのいや、思い出したの今、なんかそういえばイラッとしたなって思って。
まあ、今目が離せん。すいません、来てくれて。今日もなんかね、なんか桃奈々もんじょりさんでね、湧いてるみたいだね。吸収されてるけど、来てくれてありがとう。アクエリオン歌いたいの。アクエリオン、なんて読むのあれ。アクエリオン、神聖の、神聖だっけ、神聖のアクエリオンだっけ、あれだっけ、なんだっけ、それってなんて読むの。創生、創生、創生。ありがとう、メガムしてる。ありがとうございます。よっさんリスナーさんかな。ありがとう、ありがとうございます。あ、創生ね。やったー。
毎週行ってたな、去年とかね、よく言ってたな。稽古とカラオケまたやってる。稽古とカラオケ、そんな配信したことないでしょ。選曲ミスったかな。美声やんけ、20倍、10個20倍、ナイス。20倍ってことは200個だ。匿名さん、やったぜ。やったー、ありがとうございます。20倍、なんか今回あんまり倍出なかったなって思ったけど、ありがとう、20倍、うん、ありがとう。あのこれね、たまにね、あの何、あの当たるの、たまに倍が出てポイントになるの、イベントのポイントが上がる、たまにね。そう、十五さんまだね、ふわっちね、あんま知らない人だもんね。そう、たまに倍が出るの。でなんかね、盛り上げ像の方がいいのかな、うん、倍の数の換金はできる。どういうこと。いや、ポイント、まあ、とりあえずポイントになるとイベントに上がりやすくなるの。そう、リスナーが楽しいとか関係ないよね。え、どういうこと。いや、一緒にさ、カラオケ楽しんでくれてる人もいるじゃん。で、少なくとも前のカラオケを見に来る人は絶対前のこと好きじゃないと来れないんだよ。で、その中で集まってもいいじゃん、別にイベント最終日ぐらいはね。楽しいねって言ってくれてんじゃん。そう、いやだからね、イベント最終日ってマジであのかそってもいいなって思うの。だからそういうのがさ、あのなんていうの、私別にね、あの好きなの、ファンのコメントとかも好きだけど、イベント最終日だけはかそってでもいいから、あのキラコメだけでやりたい。毎回最終日カラオケはね。じゃあそれアムチンにも言いなよ、いつまで踊って歌ってんのって。なんでアムチンはよくて私ダメなの。アムチンにも言いなよ、あなた自分の楽しいことだけしか考えてないですよねって。アムチンにも、いつまで踊っているんですかって。うん、あ、また忘れてた。
だからアムチンを楽しませてないって、楽しいって言ってくれてるコメントいるじゃん。であなたが楽しくないんだったら今やってるじゃん、モモナナモンジョリさんの何モンジョリコラボみたいなやってるでしょ。絶対そっち行った方がいいじゃん。なんでここにいるのってこと。そうじゃない、絶対ここにいなくていいじゃんね。ありがとうございます。あと5万ポンキングできる。誰かいないかな。話しかけ、いや、ううん、風邪はひいてないんだよ。飲みすぎたんじゃない。飲みすぎたんだと思う。歌ったらもう隣ありがとうございます。夜桜七、夜桜お七、眉のブルマよかったよ。夜桜お七、あれだねね、ポケモンのさねねねね、あれ歌いたい。あれポケモンのさ、なんだっけあれ、ポケモンゲットじゃなくて、なんだっけな、あれ、なんだっけな、昔の、あの人、なんだっけ、演歌の人、クレヨンしんちゃんとか歌ってる人、演歌の、なんだっけ、あの人。違う、あ、そうだ、小林幸子、小林幸子。え、でもあんまり知られないかな。風と一緒になってってず、歩き断層を歌えるかな。歩き続け、これだよね、歩き、あ、これだよね、風と一緒に、小林幸子。え、これ知ってる？世代の人これ刺さるよ。知らない、知らない、え、小林、ポケモンだよ。歩き続けてどこまで行くの、風に尋ねられ知らない？知らない？じゃあ一番までにしとこうかな。ひとつ目の太鼓、とくっと鳴って、たったひとつの命始まった、やがて何かを求めて、小さな手のひらを広げ、君はすぐに見つけたね、君じゃない誰かを。さ
ふるさと旅だった。今も何かを求めて大きな瞳輝いて、君のポケットの中には君じゃない誰かとの、いくつもの出会い、いくつもの別れ、幻のような思い私の、も流行ってるのってちゃん引きなんだって。ちゃん引き